もともとはその食品サンプルっていうのは日本の独特のもので、私は畑中典人と言います。この会社株式会社畑中の現在社長をしています。で、日本人にとってはその見た目っていうのがすごく食べ物にとって大切で、レストランに行くとウィンドウが並んでいて、そこにその食品サンプルが並んでいると、そういうのがこう海外の人がこう外に持っていってっていうようなこう文化がだんだんできていったんじゃないかな。まず実際の食品の型を取って、その型に樹脂を流し込んで、それに着色をするんですが、着色が一番ポイントになるところです。いかにリアルに見えてくるか、美味しそうに見えるかも色付けで結構決まってきます。そして最後に、ツヤを出してより美味しそうに見せて完成ですね。そうですね、うちの会社は1965年昭和40年に始まったんですけれども、で今からちょうど6年ぐらい前に今のアクセサリーの仕事を始めたんですけれども、例えばアクセサリーはもうほぼニューヨークかパリか、そうですね、あとコペ、ベルギーも来るし、まあ言ってみればそのアートが結構そのモダンアートが割と受け入れられてるっていうか、かなり先進を行ってる地域ですよね。そういうところにほとんど集中してます。やっぱりその違うその可能性っていうのを見出したことによって、またその食品サンプルのその地位っていうのをその変える転換することがね、ちょっとこうモダンアート的なね要素も含めて少しその食品サンプルの地位をその上げられつつあるんではないかなと、そんなふうに考えています。